どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めよう。今回のテーマソングはじゃん、ケツメイシの夏の思い出。こちらの曲をこのウクレレでガズレレ簡単バージョンでやってみようと思います。実はこの曲4年前、2016年に一度ガズレレ YouTube で取り上げてるんですけど、その頃はですねちょっとキーが違ったんですよ。今回はもう超絶入門コード3つでやります。これはねやりましょう。皆さんこれ初心者の方でもね演奏はすぐできますからね。ただしこれラップだからその辺がまた面白くもあり、できそうでできない感覚味わっていきましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者さん向け超シンプル簡単バージョン、めちゃゆっくりやります。ここで曲をつかみましょう。はい、後半はかっこいいバージョンをやります。この曲はファンキーでねおしゃれでグルービーでもう腰にこうグイグイくるあのノリをウクレレ一本で出せるようにかっこいいバージョンやってみます。さあ2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽聴くのって最高だけどやる方がもっと最高なんですよ。ぜひ皆さんこのちっちゃいウクレレだったらねすぐできるんで始めてください。今ご覧になってるガズレレではですね、このどんな方でもウクレレができスイスイできるようになるそういうプログラムがあって、今それを見て全世界中の方が何万人もウクレレで音楽始めてます。楽器はダメだなと諦めていた方とか、一回挑戦したけど挫折しましたという皆さん、ウクレレでガズレレ式だったらすぐできますからやりましょう。これ YouTube 動画ですからね、いつでもどこでもちょっとした隙間時間にスマホでも見られて無料ですから始めましょう。もうちょっとしたらここにリンクあります。今度リンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけですぐに弾けるで弾いて歌えるようになりますよ。ここですよ。じゃあ行ってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのウクレレで超簡単に弾けるようにしているレッスン動画がすでに1300曲以上もアップロードされております。最新 J-POP、 定番 J-POP、 昭和の夏メロ、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアンソング、アニメソング、映画の曲、世の中の曲をウクレレでなるべく簡単にできるようにして、もう毎日毎日ちょっとずつ曲も増やしてるんでね、これから皆さん音楽を聴くからやるに変えていきましょう。それでは早速やってみましょう。ケツメイシの夏の思い出、まさに今の時期歌いたい曲、超シンプル簡単バージョン、ゆっくりバージョンでやってみます。 1, 2, 3.
月面師の夏の思い出ガズレレリュー超シンプル簡単バージョンゆっくりバージョンやってみました。いやー今の時期この曲いいですよね。もう本当になんかメロディーもいいし、このラップのところのねタイミングもねなかなかやってみると面白いですからね。しかもコードは入門コード3つですよ。 F と Em7 と Am。 これはもうめっちゃ簡単で、後でもうちょっとねさらにこれより簡単になる方法を伝授します。これはねもうキッズでも弾けると思うね。はい、それ後でねもうちょっと簡単になる方法もレクチャーするのでお待ちください。で今聴いていただいて分かったと思うんですけど、今のはウクレレ練習用ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンになってます。まずあれでねなんとなく曲の雰囲気を掴んでください。でこの後やる後半のかっこいいバージョンではブリッジパートというパートを追加します。一人だけで過ごす夏の日にというところが足されて、またさらにボリュームアップしてるんですけど、それでもやっぱりフルでやるとものすごい長いんで、でこれ安心してください皆さん。この曲ねループっていうのはね、コード進行、このコード進行がずーっとひたすら回ってるだけなんですよ。で、後半やるかっこいいバージョンのそのブリッジパートのところ以外は本当にこれぐる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 回ってるので、これはですね、ウクレレの演奏においては簡単。だけど歌とラップは難しいですよ。はい、あの雰囲気出すの本当難しいんですけど、やりがいはもうバッチリあるんで、どんどん取り組んでいきましょう。そして動画のテロップ見ながらできた方もやっぱりね、紙に書くといいと思うんですよね。ご自身だけでできるようになった方がやっぱり もちろんいいと思いますからね。で、後半のかっこいいバージョンで足されるブリッジパートとかも書いて、ご自身だけでこう練習してみてね、どんどん高めていきましょうということでございます。で、その時に、ガズがいつもこのノートを見ながらね、ガズっていつも演奏してるんですよ。はい。で、今日はちょっとね、ラップなんで、さっきも言ったけど、ループってことでね、ずっとこのコード進行が回ってるってことなんで、歌詞だけっていうのもあるんですけど、一応これ、このシステム今始まってます。ガズクラブというシステムです。これはですね、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、このガズのこのアップロードして最新動画のこのデータを含む、ガズが今まで取り溜めてきた山のような曲の中から毎月5曲、皆さんお好みの曲を選んでダウンロードしていただけるという画期的なサービスになっております。ぜひ皆さんメンバーになってください。そしてこのガズクラブのメンバーになっていただくと、毎月2回、ガズのオンラインスペシャルレッスン、生配信に参加できます。これがまためっちゃ盛り上がるんですよ。テーマを設けてて、宿題出したりこの最初の課題曲を皆さんに提示してわーっとやる。今もうメンバー500人超えてますからね、皆さんも混ざってください。次回は9月6日の14時からスピッツ祭り開催予定です。はい、そこで非公開の SNS が待ってて、いろんな質問に答えたり、いろんなテーマでねみんないろいろやり取りしたり、あとご自身のね演奏動画をアップロードできるところもあるんで、ぜひガズクラブで待ってます。はい、じゃあさっと映しますね。今回だから、このコード進行、これイントロのコード進行なんですけど、これがずっと回ってるだけ、これがループですね。FFFFEm7EmEm7EmEm7Am。 このこれだけをずっと待って、これも書いてあるけど、ずっと繰り返しのループです。はい、これね、ループって言うんですよ、こういうのね。この中でこうメロディーだったり、ラップだったり、どんどん繰り広げられるという、そういう面白さがあります。はい、一応こんな感じで書いてますということです。これ一時停止してもらってもいい、テロップをね一時停止してもらってもいいと思うんですけど、これノートならではのポイントはこの点でねリズムを測ってるんですよ。結構こうリズムがね面白いところでこうリズムがこうオンになるんで、はい、でここが一番のラップの部分ですけども、一番のちょっとだけなんだけど、こんなに言葉があるんですよね。はい、こんな感じで画像を書いて演奏してみました。もうコード進行はここにもちょっとガイドで書いてるけど、もうこれがずっと繰り返されるだけなんでね、そんな感じのイメージです。で、今はですね、シンプル簡単バージョンはこれやって、イントロからこのサビをやって、このラップのところをやって、もう一回サビやってもう終わったんですけど、後半のかっこいいバージョンはその後にこのブリッジバードっていうところをやります。この Dm っていうのコードが出てくるんですけど、ここをやってまたサビに戻ったっていうのがこれからやる後半のかっこいいバージョンです。はい、それではコードの解説していきましょう。ですね、見てこれだよ。 F と Em7 と Am、 この超絶入門コード3つ。ちなみにこの後やるかっこいいバージョンでももう一個足されるんですけど、 Dm が一個足される、これも入門コードなんですよ。この4つ、とりあえず、これをシェアさせてください。入門コードなんだけれども、これはねガズレレ必須コードというのをね今日は紹介したいです。これは何かというと、ウクレレで音楽を始めようと思っている皆さんに一番最初に覚えてもらいたいコードのグループ、このコードのグループを覚えておいたら本当に助かりますから、まず本当に覚えて、まずはこれを基本にどんどん増やしていくのがいいと思います。とはいえ、このガズレレ必須コード、10個もあるんですよ。10個もあるのかと思うかもしれませんけど、安心してください。見て、
これも1個のコードですよ。指1本でしょ。これも1個のコード、指1本。これもそうだし、これもそう。今日出てくるこの Am もこれ1個だけど、今だ10個のうちの今もう1本の指でも4つもあるわけだから、まあそうやって見ると簡単でしょ。でもね、10個いっぺんに、いくら1個ずつは簡単だけど、10個いっぺんに頭に入れようと思うとごちゃごちゃになるんで、それで私がその動画でですね、その頭にスイスイ入れる方法を解説してます。ここにリンク貼ってきます。ガズレレ必須教材。この動画見ただけでもスイスイ面白いように覚えられるんでやってみましょう。そしてさっきちょっと言ったんですけど、今回、さらに簡単になれる方法を伝授しましょう。さっきの簡単バージョンの F だったところを F アドナインスというコードに置き換えます。F アドナインスというのは、ここに書いたんですけど、ここ見て F アドナインスでもっとイージーに書いてある。これ超簡単なんです。見てください。 F アドナインスっていうのを押さえましょう。ここ1個だけなんですよ。はい、そうするといいですか。夏の思って手をつないで歩いた海岸線、こんな風です。ここと、ここの Em7、 この2個だけ頑張って押さえて Am。 これどう。これだったらもうちょっと簡単になる。これでも響きいいかなと思ったんですけどね。逆にコードネーム書くと難しそうなんで、ちょっと一応言葉で紹介しておこう。押さえるにはこれの方が簡単かもしれない。これもちょっとね、難しかったらこれ1個、さらに楽になる方法、楽になるというかイージーになる方法を、お伝えした、次第でございます。それで、ここからかっこいいバージョンに、入っていこうと思うんですけど、これやっぱりやってみたら分かりますけどね、この夏の思い出の最初のサビの歌メロのところも結構難しいというか、言葉のタイミングとメロディーラインが結構難しいというか、面白いんだけど奥が深いんですよ。で、もちろんあのラップのところね、ラップのところは言葉のタイミングをすごく掴んでいかないとなかなかこれストンとはまらないんで、聞いて聞いて右手のリズムスコンスコンと入れてください。ちょっとやってみると、夏の連休早めから計画立てて、正確な信号時間、時間にルーツの辞書を遊ぶ。これタイミングよくこうスコンスコンスコンと言葉が入るのがポイントですんで、まあこれ難しかったら手拍子でまずラップの練習をするのがいいと思います。手拍子で夏の連休早めから計画立てって言って、この手拍子のところが4つ目のジャンジャンですからね。そうやって考えると気楽でしょ。はい、そうやってまずは歌をものにしてからかっこいいバージョンに入っていくのがよろしかと思います。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきますので、かっこいいバージョンはそのブリッジパートっていうところが追加されるんで、そこでさっきも紹介した D マイナーというコードが出てくるぞということなんですけど、これも入門コードなんでね、コードはこれ曲簡単、さっきから何回も言うようだけど。はい、で、この曲のかっこいいバージョンはやっぱりリズムだよね。リズム。これはですね、もうこれは やりたい。はい。ドン !16 ビートのチャプラスカッティングですね。これはもう超絶ファンキーナンバーなんで、もうグイグイ踊れちゃうやつです。ね、ちょっとね、こんな感じで弾いてみようと思います。ワン、かっちょいいよね、この脱力、ちょっと力が抜けてるね、この16ビートのチャ、ちょっとこう地中海っぽい感じっていうかね、そういうおしゃれ感が出るといいなと思います。これにカッティングが加わります。そうするとこんな感じで、わかる、ダンダダカチャ、このこれカッティングっていうの、音がね鳴ってないでしょ。これ左手で弦をぐれてるところでカチャってやってるんですね。はい、こんな感じですね。この2つのリズムの弾き方はここのリンク行ってみてください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャとカッティング動画でそれぞれ濃厚にレッスン動画上がってますんで、ちょっと研究しながらやってみてください。しかしこれは最初に言ってきます。なかなか難しいリズムでございます。で、これはですね、やっぱりこういうね、こういうのを右手でやるのストロークって言うんですけど、8ビートというリズムが基本になるんですよ。これ8ビートでやってみると、夏の思い出手をつないで歩いた海岸線、車へ乗り込んで、これ8ビートで、まず難しかったら8ビートでやってみる。8ビートチャでやると、夏の思い出手をつないで歩いた海岸線、車へ乗り込んで、はい、ちょっとノリが変わるんですけど、まずこれでストロークでちょっとリズムのグルーブの中に入ってみて、で、じっくり16ビートのチャ、さっきの動画で練習してね、夏の思い出手をつないで
あって言ったか、この腰にグーンガンってくる感じのふんわり感が出せるといいんですけど、これは難しいです。ということです。で、今なんとなく皆さん、あ、なんかわーっていうところあったと思うんです。ちょっと聞いてて、F の時に見てて、最初 Am にしといてからトーンと叩くんですよ。ちょっとおしゃれじゃない？ダラン追っかけてダラン、これ F の時に Am からこれ追っかけをたまに入れたりするとかっこいいです。全部決まりきった感じというよりは本当アドリブでやってるよって感じで、ダランダツタツタンダンダン、はい、ちょっとやってみるとおしゃれにできます。これプーパーハンマリングオンという技の名前がありますけど、はい。でですね、ちょっとこっからですね、さらにこだわりたい人向けに一応ご紹介させてください。 F をですね、これあのかっこいいバージョンのデモ演奏でもここまではやんないんですけど、一応こういうのをあのいいなというふうにちょっと思うんで、 F メジャー7というコードをちょっと登場させようと思う。ちょっとコードをあのここに貼っておくけども、こことここを押さえる F を F メジャー7というコードで押さえるとさらにやばいことになるんです。あとそうすると今のみたいなフレーズをやるときにズルーンとこの4フレットからスライドで伸ばす。そしてですね、このリズム、本当ね、あの、ケツメイシの夏の思い出はね、このビートが後ろで入ってるんですよ。ちょっと聞いてみてくださいね。1,2,3 夏の思い出、手をつないで、あいかかいか安心に馬へ乗り込んで、あったあの夏の日なんて思い出して、すごいでしょ、これ。タッツタッツタラダッタカツタッツタッツタラダッタ、これはめちゃくちゃ難しいですけど、これねどうしてもちょっとご紹介しておきたくて、あのケツメイシ聞くとこのフレーズがめちゃくちゃね印象的なんですよ。タッチタッチタラダッツカタッチタッチ、裏でくるタッチタッチタラダッツカタッチタッチ、すげえファンキーかっこいいんですけど、これはもう悶絶難しいんで、まあ一応参考程度のご紹介ということにさせていただいて、これからやるかっこいいバージョンのデモ演奏は、さっきのシンプル、これでもシンプルというね、恐ろしいことになってますけど、やってみようと思います。さあ、この夏の思い出、ほんとループで淡々とリズムがぐーっと回ってる中でサビにメロディーが来たりラップで来たりとか、まあ、B メロのとこもラップとの掛け合いがあったりとか、そのねこうシンプルの中でのこの歌のドラマっていうのはねすごくこう感じられると思うんですけれども、そんなの意識して、もうまさにこの夏真っ盛り、もう今残暑ですけど、これがですね冬に夏の思い出になるわけですから、もう思いっきり汗流しながら熱唱していきましょう。それでは皆さんやってみましょう。ケツメイシの夏の思い出ガズレレリュー、かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3 ブンダルンダウン、ダンダラダウン、ブンダルンダウン、ダンダラダウン、夏の思い出手をつないで、歩いたかいが汗車へ乗り込んで、向かったあの夏の日なんて思い出して、感じるこの季節が来る旅を満たしてる、思い満たせる夏の連休、早めから計画だ、正確な集合時間、時間にルーズな事象、遊びに遊びならだらだらせず、朝から抵抗を完了、天気は良好、向かう先夏ならではの旅行、山川よりやっぱ海、男女混合で最高にグルービーな音楽かけガンガン、車で照らす日はさんさん、やる気はまんま、なぜなら車でビーチボー、膨らまし頭クラクラ、窓を開け切るクーラー、ツーラースピードほどの朝感じながら、ダラダラ汗流し笑いながら過ごした夏の日、夏の思い出手をつないで、歩いたかいが汗車へ乗り込んで、向かったあの夏の日なんて思い出して、感じるこの季節が来る旅を思い出してる、思い出せる。
過ごす夏の日に夏の夜と思い出す場面振り返る時 yeah, yeah, 行くだけでまた思い出してく夏の日物語また増えてゆくだけ夏の思い出手を繋いで歩いた海岸線振る舞え飲み込んで向かったあの夏の日なんて思い出して感じるこの季節が来る旅をも期待してる思い出せる ケツメイシの夏の思い出ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。やっぱり16ビートル買ってみるとすごくこうファンキーで踊れて楽しくてもうパーティーみたいな、それこそ夏にみんなで車で海に行こうみたいな、そんなテンション満載なんですけど、これねガズは思ったんですけど、このケツメイシをねリアルタイムでこの曲聴いてた、皆さんってもう今多分ねパパとかママになってて、これ家族でさもう一回この曲ウクレレコード3つだしキッズと一緒に歌うとかも最高だと思います。皆さんぜひケツメイシの夏の思い出、思いっきり楽しんでウクレレで弾いてみましょう。ありがとうございます。さあ皆さん、この楽しさ十分味わっていただいていると思うんですけど、今度は周りのねお友達とか仲間にぜひともお伝えください。ウクレレ簡単ですごい楽しいよというような感じでさ、コードもちょっとこうねレクチャーしてあげて、あとはねガズレレ YouTube っていうのを見てたらすぐできるよとかいう感じで、このガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用ください。チャンネルにいいねだとかチャンネル登録なんかもよろしくお願いいたします。お知らせです。いつも使ってるこのガズのわがままウクレレなんですけど、本当に今大人気でございます。ありがとうございます。毎月1回程度、ある程度の、ウクレレをですね販売して事前予約で、注文を受け付けてるんですけど、本当ありがたいことにもう本当に1日2日でソールドアウトになってしまう状態が続いてまして、また来月もこんな感じで、ご注文いただけるようにすると思うんですけど、今ベトナムでもじゃくんがこう一生懸命もうガズレレGラボチームで、一丸となって取り組んでますので、まあ、ご注文いただいている方、もうちょっとお待ちください。そしてちょっと気になっている方、来月もまたご案内ありますんでね、ぜひともよろしくお願いいたします。あとねもうガズレレいろんなことやってるんですけど、さっきもご紹介したガズクラブも今ね500名を超えるメンバーで盛り上がってるっていうのもあったんですけど、このガズレシピ、これはねアプリなんですけどガズレレの、こっちも相当ねいいですよ。曲もすごくどんどん随時追加されてますし、メトロノーム機能とか画面がスクロール自動スクロール機能とかついてて、これもね、ご活用していただけるユーザーの方がすごく増えております。これはホームページにね書いてありますんでね、大体、ホームページを見ていただくといろんな情報がわかると思います。そしてガズレレではいろんなグッズがあるんですけど、このキャップだとか T シャツ、このストラップもですね、これ前半に小杉さんのハンドメイドです。こういうしっかりしたレザーのねところもついてるし、あとここに挟まってるこれはね水引きなんですけど、これ実はガズの両親のもう世界一個ずつのオールハンドメイドなんですよ。これうちの両親は長野県飯田市っていうところの、私の出身地なんですけど、もうそこでね40年50年この水引きに携わってるんでね、これねぜひ皆さんこういうのねホームページにゲットしてください。あ、そしてあと忘れちゃいけない、このガズレレのリュックサック、ここにほらわかる、ガズレレってプリントが入っていて、これリュック型ウクレレケースでコンサートサイズまで入るという画期的なあの商品、これすごく皆さんご注文いただいてるんですけど、もうあとちょっと残りが少なくなってきました。でこれどういう作りになってるかというと、これでダーッと開けるとですねこんな感じになってます。中は広くて、でこれ楽器のケースですんで、これもすごく分厚い素材を使っててね、しっかり楽器を保護してくれるっていうのと、あとこれね取り外し可能な脱着式のポーチがついてます。こっちはチューナー入れたりカポ入れたりとかできるかなと。でこれはですね譜面台が入るんですけど、これ別に譜面台じゃなくてもいろんなもの入れられると思います。はい、そしてこれパッと収納すると、もうねまあオールブラックなんで結構なってるから、まさかウクレレが入ってるとはきっと思われないっていうのもあるし、これ見てここに横にハンドルがあるんで、ビジネスマンの方もこうやって持って歩けるんじゃないかという、本当スタイリッシュにこのウクレレ持ち運ぶ、これはねもうぜひおすすめしたいガズレレのリュックサック、これもよろしくお願いします。あと忘れちゃいけないこの本たち、はい、これはリットミュージック社から出ているガズのね、まあ教則本とか楽譜、音楽のね楽譜がいっぱい載ってる本なんですけど、もうこれ3冊合わせてなんともう超ベストセラー商品になってまして、この3冊で今ね9万8000部とか9万9000部近くの出荷になってるんですよ。まあこれ本当わかりやすくて簡単なんで、はい、ぜひ皆さんこういうのをご活用していただいて、皆さんの音楽が、さらに輝くようにね、なんかいろいろ考えていきたいと思います。ガズレレ YouTube チャンネルの方もね、ぜひこれからも引き続きよろしくお願いします。どんどん音楽やろう、音楽聴くよりやる方が楽しい、ガズレレの合言葉ですよ。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。